こんにちは。今回は、着物をリメイクして、V ネックの、ロングジレを作りました。ロングベストですね。作り方をなるべく簡単にしようと思って、見返し等はなしで、襟ぐりバイアステープ、袖ぐりバイアステープ、前は、三つ折りにしてます。でこれかなり、薄手の綿の生地で作ってます。これ今の時期だったらウールとかですねで作っても良いかと思います。でポケットはつけてないですけれども、今前にこういう大きなパッチポケットとかつけるのもトレンドだと思います。そういうのも良いかと思います。あとこれはスリットは入れてないですけど、スリットを入れてみても良いと思います。それでは作り方をご紹介していきます。材料です。今回ご紹介するジレは長さ110センチぐらいですね。で着物の身ごろを、2枚をほぼほぼ使って立っています。で型紙なんですが、脇の空きのところまで30センチですね。で前はそこから4センチ下がったところで、首のところが襟ぐりが10センチで、6センチのところ2センチ下がったで、4.5センチカーブで、これ 10.5 センチのところですね。自然なカーブをつけて、でそれから下が80センチで、裾の幅は着物の幅ですね、取れるだけです。で裾を1センチほどカーブを上げてください。で縫い代は、中央は耳を利用します、両方ともですね。で前は三つ折りに、ここずっとここ三つ折りにしますんでね、簡単に作ろうと思って3つ折りしました。で 1.5 センチで縫い代を取ってください。で後ろは1センチ耳を利用します。であとバイアステープですね。バイアステープ、ここの襟の後ろの部分と袖ぐりに使用します。でこれ後ろを2枚で、前も2枚裁断してあります。それからバイアステープですね。これ幅23mm ですね。これこの 12mm のテープメーカーでバイアステープを作ろうと思ってますので、 23mm にカットしてあります。これでこの生地で6本ですねを作っていこうと思います。あれですね、市販のバイアステープでも良いと思います。あとは見返しでもいいんですけどもね、それは作りやすい方で作っていただければと思います。見返しにする場合も前もつなげて見返しにした方が良いかなとは思います。で、今回ポケットはつけてないですね。ポケットは必要な方は脇開きのスラッシュポケットか、前のパッチポケットかつけていただければ良いと思います。まず、後ろ身ごろの接中芯を縫っていきます。中表にして縫い代1センチでここを縫っていきます。接中芯を縫って縫い代を縫い割りにしました。で縫い代は、7mm の方が縫いやすいのでちょっとカットしました。もともと 7mm でもいいですね、ここね。そしたら、バイアステープをつけていきます。これがですね 23mm のバイアステープなので、 7mm に合わせると、これ端を合わせるとちょうど良いと思います。あとでこことつなげて前を 1.5 センチで三つ折りにしていきます。
中表にして襟ぐりに留めて、あらかじめこのバイアステープはアイロンで少しカーブをつけて癖付けをしています。でこんな感じで留めていって縫います。後ろ身ごろの襟ぐりにバイアステープをつけました。縫い代はカーブの部分に切り込みを入れてあります。次に前身ごろを縫い合わせていきます。中表にして両方ですね、中表にして合わせます。で肩を合わせて両方縫います。でここの縫い代はバイアステープ側に倒します。ここまでこんな感じで縫っていきます。次に中表にして両脇を縫っていきます。スリットを下にスリットを作る方はこの時にスリットを作ってください。スリットの一番下は三つ折りにした方が良いと思うので、ここの下だけ縫い代を 1.5 センチにしておくと良いと思います。両サイド脇を縫いました。そしたら肩と脇の、端の始末をロックミシンやジグザグミシンでするんですが、肩の部分のここ余計な縫い代等はカットしておきます。ゴロゴロしないようにですね。で縫い代は全部後ろだとゴロつくので全部前に倒します。で肩と脇の端の始末をしました。でこれは薄い布なので2枚一緒に端の始末をしてますが、例えばウールとかちょっと厚手だと縫い割りにした方が良いかと思います。で次に前端と襟ぐりですね、ここを続けてバイアステープに続けて三つ折りにして縫っていきます。前端から襟ぐりを続けてまた裾ですね、ステッチをかけました。でちょっとですねここ伸びやすいですね、一生懸命アイロンかけてちょっと伸び気味になっちゃいました。お気をつけてアイロンかけた方がいいと思います。でねもう少しもしかして V を深くしてまっすぐなところを続けた方が伸びにくいかもしれないですね。で次に袖ぐりをバイアステープで始末していきます。あらかじめバイアステープをアイロンで癖付けして少しカーブをつけます。でここの、縫い代を前に折ったのでこのそうですねケースバイケースなんですけど、今回はこのバイアステープの縫い代を反対側に折って留めていこうと思います。で、はぎ目があって、で、そうですね、あんまり目立たないところの方がいいかと思うんですけど、裏なのでそんなに気にすることはないかなと思います。表に出る場合はね、なるべくこう目立たないところにつけた方が良いと思います。で、一番簡単な方法で縫っていきたいと思います。で、ここからスタートしてぐるっとずっと、縫っていきます。で一周縫ってきたら一旦ミシンを止めて、こっち側ですね、スタートの部分を5ミリぐらいですけどね、5ミリから7ミリ縫い代を残してこの辺でカットします。で重ねてこっちも同じ長さでカットするんですね。
でぐるりとここ最後まで縫い進めてって重ねて縫い留めます。でそしたらちょうどあのこここっちの縫い代とがあって反対側に来るんでそんなにごろつかないと思います。で縫ったらあとでここの部分ですね、ここの部分は細かくまつり縫いします。あ、もちろんここ広げて全部広げて縫いますね。ここ広げて縫っていきます。でここ縫い終わったら最後にくるっとひっくり返して表からステッチをかけていきます。バイアステープを袖ぐりにぐるりと縫い付けました。縫い代は7ミリです。でさっき言ったようにこっち側の縫い代と反対側に折ってバイアステープを縫い留めています。でここを細かくまつります。それから、ここをきれいにアイロンで整えて、で縫い代にそうですね2センチぐらいですか、2、3センチで切り込みを入れて裏側に返してここにステッチをかけていきます。で反対側も同様に縫います。袖ぐりを両方縫いました。最後に裾を三つ折りにします。ここですね、ここを三つ折りにして縫っていきます。裾を三つ折りにして縫いました。これで出来上がりです。